1は縁カタローチャンネルです。オリコンの2021年1月11日付の演歌歌謡曲 CD 売上ランキングが発表されました。その内容をまとめてお伝えしていきます。このランキングの集計期間は2020年12月28日から2021年1月3日です。今週は一体誰がランクインしているのか。それではランキングスタートです。第20位、楓田川俊美。発売日2020年9月23日日本コロンビア。第19位、言葉残波。発売日2020年1月22日徳間ジャパンコミュニケーションズ。第18位、松竹梅水も。発売日2020年11月18日徳間ジャパンコミュニケーションズ。第17位、命道連れ秋岡修司。発売日2020年12月2日日本クラウン。第16位、愛をくださいドンチューくらい純烈。発売日2020年2月26日日本クラウン。第15位、時のしおり上沼恵美子。発売日2019年11月13日定築エンターテインメント。第14位、流れ船松尾雄志。発売日2020年12月2日日本クラウン。第13位、おかえりなさい小桜舞子。発売日2020年12月16日定築エンターテインメント。第12位、残照山内圭介。発売日2020年3月11日ビクターエンターテインメント。第11位、母氷川きよし。発売日2020年2月4日日本コロンビア。第10位、居酒屋昭和八代秋。発売日2020年12月9日ユニバーサルミュージック。第9位、望郷歌岡優子。発売日2020年12月9日キングレコード。第
8位名残歌市川由紀乃、発売日2020年4月8日キングレコード。第7位、男富士昭和川、鏡五郎、発売日2020年12月9日キングレコード。第6位、陶器昭和の五木ひろし、発売日2020年7月8日ファイブズエンターテインメント。第5位、エビス真田直樹、発売日2020年1月22日テイチクエンターテインメント。第4位、つくばのカンタロウあれが靴掛け時次郎、福田光平、発売日2020年6月10日キングレコード。第3位、しぐれ船岩本久美、発売日2020年7月8日キングレコード。7月のリリース以降好調なセールスを続けるしぐれ船の追撃版シングル、各カラオケランキングにて軒並み首位を独占したしぐれ船。新カップリング曲雨の堂島川は大阪を舞台にした切なくもあったかい人情演歌、表題曲にしてもおかしくない楽曲です。3曲目は昨年のシングル曲のとろ岬を岡千秋氏自らの演奏によるピアノ演歌バージョンを収録。第2位、ブッダのように私は死んだ坂本冬美、発売日2020年11月11日ユニバーサルミュージック坂本冬美絶唱、サザンオールスターズの作家桑田佳祐による提供楽曲により誕生したシングル。坂本冬美を主人公に見立てて描いた悲しくも美しい愛に生き愛に死にゆくある種の小説であり、火曜サスペンス劇場とでも言うべきジャパニーズフィルムノワール、一度きりの不埒な大人の歌がここに誕生。第1位、勘弁な福田光平、発売日2021年1月1日キングレコード。2021年はいよいよ記念すべき10年目に突入、そんなアニバーサリーイヤーを彩る作品第1弾のシングルです。遠く離れた故郷への思いを歌った勘弁なはあなたの心にしっとりと染みる楽曲。カップリングの
越後平野はたわわに実った黄金色の越後平野が目の前に広がるようなスケール感あふれる楽曲です。1月1日発売で1月11日付のオリコンで1位と位置づくし、なんとも縁起がいいですね。皆様ランキング入りおめでとうございます。ご視聴ありがとうございました。